今氷河世代輸入の小島さんが何かを組み上げています。これは何でしょうかね。小島君、これは何ですか。私たち T 君ですか。杉原君、今日は何をするんですか。いや、パイロットパイロット、パイロット、何のパイロット。人間魚雷か何かですか。いや、ロボット、ロボット、新型ロボット。それは核融合で動くの。いや、で、エネルギーは、何だろう、小島さん、エネルギーこれ何ですか。多分ね、僕の反応でも人力です。多分人力だと思うよ。人力で何と言いますか、すでに出発の時間過ぎているんですが、まだ組み上げています。ちょっとこっちでもチームガンダムにやってます。あったね、満足に立てませんみたいなねえ。もう T じゃなくて I ちゃんになったぜ。変形したぞ、まるでガンダムのようだ。あのさ、こういうことをしたうちに部品が壊れていくと思うので、小島くん、なんとか、氷河期小島博士の設計ミスのおかげで、T ちゃんが立ち上がれないというですね、しかもですね、T ちゃん、実は視界の窓がない。これは、玉砕必須の無謀ロボ。こんばんは、南国島屋ですよ。今日は着ぐるみしてないよ。ここにロボットがいる。よくできたロボットですね。継ぎ目が見当たらない。いや、歩いてるうちにさ、こうやって半分に裂けたりしないの。ヒルマンだ、ヒルマン。イエーイ、イエーイ、ヒルマン、イエーイ、イエーイ。あの、日本人の感じがあー危ないよ、危ないよ。皆さんツイートしましたか。この T ちゃんの T、黄色いし、 T ポイントカードの T みたいですね。じゃあファミリーマートの突撃しようよ。 T ポイントカードねえ。覆面というか、ついにこれは絶対許さんぞ。立ち上がれない、立ち上がれない。自爆スイッチ押すしかないですよ、もう。自爆スイッチ、本当だね。こんばんは、どうも。あ、T に見える、 T に見える。小島くん、ほら、 T が歩いてるぞ、 T が。あんまり調子乗るな、壊れる。あ、割れた、割れた、割れてしまった。小島くん、壊れたよ、壊れたよ。作るそばから壊れとるよ。もうガムテープ、外はあのナイロンテープ、中はもうガムテープで外固定しないと無理ですね。そうだね、ちょっとこれ勉強だったね。勉強だった、勉強だったね。めっちゃ頑張ったけど、やっぱ1個の勉強だったら OK もんね。どんなことがあっても勉強になったの一言で済ませる皆さん。爆弾が勉強になった。勉強になるじゃん、いろんな。ね、勉強になったよ。また忘れるけどね。そうね、うん。また戦争やりますよ。なるほど、これが P なのね。なんかさ、この歩いてるそばから割れて裂けていくってのは、昔鳥人間コンテストだったじゃん、鳥人間コンテスト。あれってさ、離陸する前に羽がポキッと折れるやつとかあったじゃん。あんな感じだよね。あんな風に向かっていかれたんですよ。いやいやいや、シュールだよ。小島くん、とりあえずピーちゃん一つ作ることに専念して、それを補強して歩けるようにしようよね。うん、ね、せめて二枚重ねやってとか、なんか徹底は小島博士、ね、これをいいね。あ、見て見て、眉毛だけは、これ眉毛だけは小島哲也博士、どうですか。はい、あのプロトタイプ P は立ち上がれそうですか。プロトタイプはね、全然関係ないけど、クロコヨの時の小島さんの痩せっぷり、なんか小島さんってこんなに美男だったかな。ねえ、
俺も前しょっちゅう会うからさ、こんなに太っていたとは気づかなかったよ。ダメダメ、行かないで。違うだろう。もちろんと踏んだってもう、小沢さんここ貼ってくるわ。いや、その前のさ、あの一等の時の映像見てて、さらに痩せて、そうなんだよ。小島くんってあのチョコクヨが多分凱旋のデビューぐらいなんじゃないかな。聞こえなかったですね、あの喋りがたどたどしいんだよね。また凱旋するあのテープ持ってる人をちょっと乗せて、ここはね、で誰かテープ持ってる人はちょっとこれを支えてと書いてないと。ピーちゃんってさ、後ろのピーってこんなんでかいんだ。テープ持ってる人は多分ピーは、うん、歩けない。小島くん、あのピーちゃんとだいぶ形が違うじゃないか、小島くん。ピーはあのこれあのすごい一つ勉強になったと思う。ちゅうかさ、あのビービル64とあのさ、相田誠の段ボール工作教室に通った方がいいんじゃないのか。それを、まあ、曲がり角でピーちゃん、できるかな。あの理論上はね、いけたんだけど。何の理論だよ。小島くん、工学的な力学とかわからんだろ。そう、なんか全然ピーピーと関係なさそうだけど、スカートなんかモビルスーツみたいな。カートだ。これバーニアだから。バーニアなの？バーニアなの？ピーバーニア。ああ！こら！やめてよ、クソガキ！怒られるぞ！やめてよ！悪いことだよ、壊れただろ。今の瞬間撮ってたんだろ。うん、撮ってたよ。悪いことをしようと思った。いや、悪いことだよ。守ってくれたんだよね、ニセコは。無理がある。同調するか、そんなこと言っちゃいかん。じゃあもう一回やります。はい、破れた、壊れた。ここ斜め横とかやっぱ木とか入れた方がいいですね。今さ、こういうとことりあえずどんどん貼っていけばいいんだよ。今日はこの手で終わりかな。みんなで記念撮影まで。そうだね、ピーターのあのちゃんと海岸式やろうよ、海岸式。顔をつけて、あの人は入らなくていいから立てて写真撮ろう。人が入ると壊れる。小島さんの方かな。小島さんの方かな。何なんだよ。小島先生、どうですか、この第一号ピーちゃんは。ねえ、プロトタイプだから、あの次が本番だから。次が本番、次っていつだよ。せっかくチラシとチョコ用意したのに。え、お面お面でやろうか、作戦は。お面今日やるんですよ、ベンチ。そうだよ、そうだよ。チラシとチョコ、私ゴミ拾いの総務の今日バレンタインだから。そう、ちゃんとチョコ用意しましたからね。そうだよ。今いや、それでもらったらもらったで、なんかいろいろあるんじゃないんですか。ゆみちゃんは自分にくれるかな。要求したらくれると思うけど。いや、あの、そうだ、コーヒーとかお茶買ってあるから飲みたい人どうぞ。